日光一文字は鎌倉時代に作られたとされる日本刀である。日本の国宝に指定されており、刀を収めていた薪絵箱も国宝の月として指定されている。福岡市が所有し、同志沢楽の福岡市博物館に所蔵されている。福岡一文字の刀工によって13世紀に作られた刀であるが、本作は無名であるため刀工の古名は不明である。 福岡一文字は古備前派のリムネが外して名に一と切ったことから一文字と呼ばれるようになり、福岡一文字作の刀は華やかな波紋が特徴的である。本作はその中でも第一級品との評価を受けている。日光一文字の名前の由来は元日光二良山に奉納されていた太ちを北条早雲がもらい受けたことによる伝承による。 その後、北条家の宝刀として扱われた。戦国時代の武将、黒田助水に、北条氏直から小田原征伐の際の幸福仲介の礼として、あず鏡の一部と白貝と共に送られた。その際、黒田光之が編纂した、黒田家長方古実の記載では口述する、武道文消え刀箱に入れられていたという。 その後、長久区前福岡藩主黒岳の家宝として同家に、連来した。1933年1月23日付で、当時の国宝保存法に基づく国宝に指定され、1952年3月29日付で、文化財保護法による国宝に指定された。指定名称は、立ち無名一文字不武道巻絵刀穴箱。元太刀は、 黒田家当主の黒田朝礼の遺言により、妻の黒田茂子から福岡市に寄贈された黒田資料に含まれる。2000年時点での所有者は福岡市で福岡市博物館が保管している。全長 87.26cm、反り 2.42cm、元幅 3.2cm に先幅 2.24cm と、 身幅は、元先ともに広く、喫先長は3.21センチメートルの、陸尾喫先と鎌倉中期の姿形を表している。元1 0点6 7センチメートルに、先へ0.45センチメートルと、重ねはやや薄めであるが堂々たる立ち姿である。作り込みは、甲作りで、胸の形状は、よむね。茎は、西部無名で気にすまた形に先やさいはげくりじり。 ヤスリ目は筋違いで目釘穴は3。字場ともにさえ、福岡一文字中の、第一級品である。刀剣用語解説文中の刀剣専門用語につき、補足する。私鉄は痛めに、木目混じり、よく詰まる。沈月、乱れ移り立つ。波紋は上半分は大長寺乱れ、重花長寺華やかに川わずこ、べ焼き混じり、匂い深く締まり心となり。 下半分は、小似絵を交えて、足、早く入りに酔い口さえ、変化に富み、すこぶる華やかな出来である。表裏に大きく腰陣を焼いている。帽子は先、困る、乱れ込んで、浅く帰る。刀剣用語解説文中の刀剣専門用語につき、補足する。腰らえは現存していないが、もともとはへしきれ、長谷部と同じ腰らえであったとされている。江戸時代初期に、 黒田忠之が山城国にて活動していた投稿白銀紙である梅田明こと武家へこしらえを依頼するにあたり、へしきりはせべのこしらえと少しも違わない同じものを注文する書状が残されている。ただし、現存するへしきりはせべのこしらえも書状に記載されている。内容とは異なっているため、二振りお揃いのこしらえがどのようなものだったかは不明である。女水へ。 日光一文字が送られた際に刀が収められたと伝わるどう模様薪絵を施された黒漆塗りの箱が現存しており、この箱も日光一文字と合わせて国宝指定を受けている。ただし、作成時期は漆の専門家によると多少時代が下るらしく、江戸時代初期と見られている。他にも金二重切り門、通るはばが付属している。ありがとうございます。